プロテインを爆飲みして巨大化。本当だ、明らかに大きくなってる。プロテインの使い方をもうそもそも間違っていて、あの飲むだけで筋肉に変わると思ってたので、もう1日4杯も5杯も、もうジュースのようにあの飲み続けた結果、一気に80キロと体重は105キロに。すげえ。すごい。え、じゃあこれ狙い通りじゃなかったってこと？狙い通りじゃなかったです。ムキムキになると思って。え、じゃあ太ったってことですか？はい、太りました。ただただ太った。巨大化ってなんかすごい強くなってるからね。体作りだと思ったら。誰か言うと思うけどな。ご自身でもなんか俺おかしいなって思わなかったんですか途中で？途中からあのベルトにお腹が乗り出したんで、ちょっとこれ筋肉じゃないよなとは思ってたんですけど。ダメですよ。割とハードに運動した直後に伸ばないと筋肉にならないですもんね。あんまりいないですよね、100キロ超えの投手で。いや、ピッチャーはほとんどいないね。いないですよね。